はい、こんにちは。今日はなんと見えるかな、お名前入り絵本っていうのが届きました。めっちゃ可愛かったのでちょっと紹介したくて、ぜひおすすめって思って、撮影してます。じゃーん、名前とか見えちゃうのかね。これこんな感じの本が届きます。なんとお名前と生年月日とあと産んだ病院の名前も入って、めっちゃ記念になります。なんかちゃんとしたビニールに入ってます。で、中身の本の内容もさっき読んだんですけど、めっちゃ内容が良くて感動しました。ネタバレになっちゃうかなと思うので、ぜひ産んだ人はもらってなんか読んでほしいなと思うんですけど、これ全然私知らなくて、なんかたまたまなんだっけな、なんかネットかなんか見てて見つけたから応募したんですけど、6月5日に応募して、今日は7月2日かな、あ、2日なので、1ヶ月弱で届きました。応募するときには1ヶ月から1ヶ月半かかるって書いてあったので、ちょっと早かったのかな、ラッキーかなって思ってます。はい、ね、すごい多分、2種類からデザインが選べて、私はこっちの方にしました。かわいいね。ちょっと失敗かなって思ったのが、誕生日が令和3年ってなってるんですけど、令和3年か2021年かどっちか、西暦か和暦か選べたんですけど、和暦の方がいいかなって、令和の方がなんかいいかなと思ったけど、2021年の方がかっこよかったかなって思って、ってちょっと思ってます。でも一人一回しか応募できないし、一冊しか作れないので、その辺もし、これから応募する人がいたら、注意して好きな方を厳選して選んだらいいんじゃないかなと思います。兄弟がいる方は上の子とかも登録できたりしてるみたいで、すごくいいかなと思うと、パパを登場させるかどうかっていうのは選べたりするみたいです。めっちゃおすすめです。本当に内容が良くて、なんか感動して、本当はこう読み聞かせとかにしたいけど、なんか内容が良すぎて、なんか読んであげたらこっちが泣いちゃいそうな感じです。そう、無料で作れるのですごいおすすめです、っていう今日は本の紹介でした。子供チャレンジとかのお知らせが一緒に入ってて、子供チャレンジはちょっとやってないんですけど、月2000円なのでいいかなってちょっと思ったりもしてるけど、まだやってません。まあどっちにしても本は無料なので、すごいおすすめです。今日はそれだけでした。ではまた。